シーケンシャルファンクションチャートシーケンシャルファンクションチャートまたは SFC 言語はプログラマブルロジックコントローラー用のグラフィカルなプログラム言語で IEC61131 から3標準で定義される5言語のうちの一つ IEC848 プレパレーションオブファイクションチャーツフォーコントロールシステムズで定義されておりまた FR グラフセットもベースとなっている この言語はシーケンス制御を状態遷移図のように記述するのに適している。シーケンシャルファンクションチャートの主なコンポーネントには以下のものがある。プログラムは初期ステップから開始する。図中の大きい長方形がステップでステップ直前の小さい四角形がトランジションを表す。トランジションに記述されている条件がトゥルーになると直下のステップが起動する。 ステップ内のアクションはプログラム中のどこに書かれていても実行される。ありがとうございます。